皆さんこんにちは。今回は今この浮遊城に集いし物語っていうイベントが来てるんですけど、これテイルズオブシリーズのコラボのイベントなんですけど、このイベントで出てくるスカルリーパーっていうボスモンスターですね。これ75層フロアボスもこれスカルリーパーなんですけど、これイベント版のスカルリーパーはその75層のリーパーとちょっと違う部分が、てか結構違う部分があるので、まあそれを見た後このイベントのスカルリーパーにどのソードスキルでどれくらいブレイクが削れるかっていうのを検証しているところを見せようかと思います。これイベントって左上メニュー右下イベント一覧で浮遊城に集いし物語って進んで OK を押すと、始まりの町の天文広場のこのイベント案内 NPC の前に来て、でこれまあいろいろ難易度あるんですけど、このマニアックってやつ、これ一番まあ今のところ高いのかな、難易度がトータルパワーが推奨15万ですね。でまあこれやる場合なんですけど、まあなんでマニアックかっていう話なんですけど、そのブレイクの削れ方っていうのがやっぱ難易度によって違うらしくて、なんかそのスキルブレイクできるフロアボスってブレイクゲージ、あ、ブレイクゲージじゃない、ブレイクタイマーっていうのがあるんですけど、このタイマーを削り切るとブレイクができるんですよ。でまあそのブレイクできるかどうかがかなり重要なんで、でこのゲージが難易度によってこの大きさ違うらしくて、まあ大きさってこの見た目的には大きさ同じなんですけど、まあゲージの量ですね。例えば助動で半分削れたけど奥地だと半分削れなかったみたいなのが迷宮であるんで、まあ、イベントでもそういう難易度によって削れ方が違うんじゃないかって多分違うと思うんですよね。でまあ今回はそのマニアックに焦点を当てて話していこうかと思います。でまあこのスカルリーパー重要なのはここですね。スキルブレイク可能な攻撃は残属性でブレイクできるやつと、突属性でブレイクできるやつと、打属性でブレイクできるやつの3つ存在するってやつなんですけど、まあ、ブレイクタイマーが表示されるとなんか武器種とか属性とか指定してくるタイマーがあるんですけど、まあ、これは残突だならどれでもいいんですよね。武器種が75層の方のスカルリーパーイベントじゃない方は片手直剣か片手再剣か打属性なんですけど、これは残突だなので片手直剣じゃなくても片手再剣じゃなくても残とか突だったらブレイク削れますね。まあ、だから今回どのスキルでどれくらい削れるかっていうのを検証したところ見せようかって話になって、でこの残属性ブレイクやる時の攻撃範囲が広くて、で他の突属性ブレイクとか打属性ブレイクの時よりもブレイクタイマーの表示される時間が長くて、でスキルブレイクのタイマーゲージも突属性とか打属性の2倍くらいなのかな、なんかちょっと多めな気がしますね、なんとなく。でブレイクは頭に攻撃しないとできないので、あのブレイク担当は必ずスカルリーパーの頭の前まで来てブレイクしましょう。まあブレイクが鍵っていうのはこのブレイク中はダメージが多く与えられるっていうところですね。まあ、あとはスキルブレイクするとボスのバフが全部消えるんですよ。だからこういうやつ消えるんですよね。スタック性のバフ、攻撃力上昇とか防御力上昇とか全部消えるので、でかなり大きな違いとしては弱点が残火属性なんですよね。75層のスカルリーパーは打属性火属性なんですよ弱点が。こっち残火なんで、まあ、残火の直剣モッドとか使う人いて、でそういう人が、まあ、ブレイク担当の方にちょっと手伝いに来てくれると、まあ、残属性のタイマーゲージとか、まあ、結構削れるのかもしんないなっていう感じですけど、まあ、でもその残属性ってあのマンオブザデイキリトっていう発想のストーリーをクリアするともらえるあのモッドスキルがあるんですけど、まあ、それで結構削れるので、まあ、やってくれる人が多いって感じですね。だから残属性のブレイクタイマー出ると結構猶予時間とかもあったりして、まあ、ブレイク削ってくれる人が案外多い感じするので、ノラパーティーでも、まあ、たまに削れないこともあるんですけど、まあ、だからスキル揃ってない、まあ、俺は揃ってないんですけど、揃ってないけど、まあ、ちょっと残属性は手を抜いたようなスキル構成なんですけど、まあ、ブレイクはできるっていう感じでしたね、ほとんど。あとはこれ、火傷とか衰弱にする攻撃が来るんですけど、まあ、衰弱の対策ってちょっと難しいんですけど、あとメニューステータス
スプレイヤー装備って開いて、で左に指輪ってあるじゃないですか。指輪っていうところを押すと、まあなんとか指輪ってこれセットできるんですよね、自分の作った指輪。まあ指輪に関しては指輪について説明した動画作ったので、それのリンクを動画説明欄に貼っておきます。でまあコーヒーブレイクリズベット、これスキルレベル80の時に火傷耐性が 90% 上昇なんですけど、まあ指輪につけるとこの効果が発動します。でまあ火傷耐性ちょっと指輪作るのめんどくさくて 8% のやつで妥協したんですけど、まあ 98% になるので、まあほとんどつかないですね。100回に2回とか50回に1回火傷を負うけど、まあ多分火傷のダメージが少しずつ効いてくると思うので。でメニューステータス武器熟練度って進んで、で盾ってここあるじゃないですか、押して熟練度スキルっていうところ開くと、この盾の熟練度スキルにレジストっていうのがあるんですよ。で盾装備時に状態異常、この毒、火傷、出血、凍傷の耐性が 10% アップって書いてあるんですけど、まあ盾さえつけてればこれが発動するので、まあ片手武器でブレイクゲージ増加量が多いっていうソードスキル使う場合は、まあ盾装備して、でこれ極意の張り瓶章で最大まで上げれば状態異常耐性が 10% 上昇するんで、でまあこれ火傷とか毒とかこういうのって激毒とか炎症とか、まあ出血なら流血とかそういうのにも対応するので、まあそれも覚えておくといいかもしれないですね。まあスカルリーパーは普通に火傷ですけどね。でまあお知らせで見れる違いは大体そんな感じで、まあ前回スカルリーパーの動画、スキル編成どんな感じにやればいいかみたいな動画やったんですけど、まあそれでもやったんですけど、この八方崩しっていう効果あるんですよ。八方崩し3ってやつ、これがアビリティなんですけど、防具につける方のスキルですね。これでブレイクゲージ増加量がアップするんで、まあ、こういうのを持ってる人はできれば貫突した方がいいです。まあ、俺は昨日貫突して増加量が 25% アップになったんで、まあ、できる限り貫突した方がワンパンでブレイクしやすいので、で今後ブレイク環境が続くと予想されるので、まあ、そういう点でも貫突推奨ですね。やっぱりほんとブレイクが重要になってきます、マジで。あと前回の動画でやったんですけど、やっぱりこういうブレイクゲージ増加量が多いっていうスキルあるとかなり削れるんですごくいいんですけど、まあ持ってない人もいるんで、まあ持ってない人は持ってない人なりにどういうスキルがいいかっていうのもまあ検証でまあ見ていくので、ソードスキルの技名によってどれくらい削れるかって違うんですけど、まあなるべく削れるやつとか、まあ検証で見てもらえればと思います。検証するので。でやっぱり野良パーティーだと一人で全部ブレイクとかするくらいの気持ちじゃないときついんで、まあなるべく一人でできる限りいろんなやつブレイクできるように、その残突だね、まあ、そういう意識しながら、まあ、スキル編成した方が野良だと、まあ、クイックパーティーですねいいと思いますね。どんなパーティーになるかわからないので、まあ、ブレイクゲージ増加量が多いスキル持っている場合は、まあ、これおすすめですね。85層フロアボスのブレイクにも使えるやつ、まあ、これ持ってればすごくいいってのと、まあ、俺これ使ってるんですけど、まあ、アースリボルバーって言って、まあ、斧スキルなんですけど攻撃モーションの初撃の入りが早いんで、まあ、クイックチェンジって言って武器の持ち替えですね、違う装備セットに変える、ここオレンジの斧と剣のマークが変わるボタンを押すとこれ切り替えるじゃないですか、武器これ切り替わるんで、これで切り替えた瞬間、まあ、これ撃てるんで、でまあ今言ったこの幻惑シャッフル、85層フロアボスに使える幻惑シャッフルは初撃の入りがちょっと遅いんで、このクイックチェンジした瞬間にこれ押してもちょっと遅いんで、基本的にまあ俺弓と斧使うんですけど、弓使う場合は基本的にこの弓の装備セットにしたまま、まあ、ブレイクしてって、突が来たらこれでブレイクして、でダが来た瞬間にこっちに切り替えてすぐアースリボルバー撃つっていう感じですね。そうしないと間に合わないですね、俺の場合ですけど。だから斧に持ち替えた時にさっきのアースリボルバー撃ってブレイクって話したと思うんですけど、そのアースリボルバーを撃ってでブレイクしたらすぐ元に切り替えて、まあ通常攻撃打ちながらスイッチゲージを貯めてくって感じになると思いますね。であとやっぱ検証する前にもうちょっと言っておきたいことがあって、であまだ全然ありますね、言いたいことを。ちょっとこのコメット系、前回の動画でこのコメット系がいいって言ったと思うんですけど、コメット系は
まあこの技名が結構削れるやつなんですけど、ブレイクゲージ増加量が多いっていう効果がないんですよ。ただこのソードスキルの技が削れるっていうだけなんで、多分マニアックだと半分くらいかな、あの八方崩しブレイクゲージ増加量が上昇するアビリティのやつつけてやっても半分くらいなんで確か。でこういうコメット系、こういう風に2枚持ってたとしても突属性のブレイクタイマー終わるまで結構早いので、その時間内に打ち切れないんですよね多分。かなりきついので、これだとやっぱ一人だとブレイクできない、誰か協力しないときついですね。でこれ霧雨さんのサイトで、あの霧雨さんがやってるスキルレコードまとめっていうサイトなんですけど、このサイトめちゃくちゃ便利なので皆さん使ってみてください。でまあこれタグ検索っていうの、まあここ、まあ、俺の端末だとちょっとここね、いろいろこの選ぶところが書いてないんですけど、まあここ一番右選ぶとこれタグ検索って言って、まあこういうスキル見るときにこう下にこうタグって書いてあるじゃないですか。まあこれタグ付けがしてあるんで、このブレイクゲージ増加量が多いっていうとこを押すと、これまあ出てくるじゃないですか。まあブレイクゲージ増加量が上昇のやつか、これは。これか、増加量が多いってやつ選ぶとこに出てくるんで、まあこういう検索が、まあここテキスト入れて検索すると出てくるんで、でまあ俺さっき言ったこれは結構ね、持ってる人もいるんじゃないかと思うので、まあでもこれ前回の動画で大体言ったと思うんですよね。あのやっぱり衝撃の入りが早いやつが、まあブレイクしやすいっていうのは大体言ったと思うんですけど、まあ今回はその片手直拳片手再拳以外にも、こういう残属性の斧のやつでもブレイク削れるんですよね。でブレイクゲージ増加量が多いってやつなんで、斧を使いながら残属性のブレイクタイマーを削ることもできて、でこのソードスキル名でこのハチェットって、これハチェットダイヤモンドって書いてあるじゃないですか。このハチェット系ですね、ハチェット系他にもあるんですけど、その冬将軍ユージオと他のハチェット系合わせるとなんか削り切れるみたいな話をツイッターで見つけたんで、でまあ普通にテキスト検索でハチェットって入れると出てくるので、でまあこれ俺持ってるんですよこれ。まあ、ただ冬将軍ユージを持ってないんで、まあ、これでもまあ少し削れるかなみたいな感じで、まあソードスキルのモーションもそこまで長くないので、なんかねこのマンオブザデイキリトーであの八方崩しつけてやっても半分くらいしか削れなかったんですよね。でこれ実際に削れたやつ見ていきます。まあ、まずはハチェットですね。斧のハチェット。だいたいこれくらいですね。半分いかないくらいですね。次はこの、斧のバリトンアタッカーエギルっていうスキルで、技名にワールっていうのが入ってるんですよ。これワールウィンドっていうんですけど、まあ、だいたいこれくらい削れましたね。で、次は斧のグリーディー系ですね。あの、ラブシックルリズベットでちょっと検証したんですけど、だいたい削れたのこれくらいでしたね。4分の1くらいかな。八方崩し込みで。だいたいこれくらいですね。で、次は着物リーファで検証しました。これリボルバーってやつですね。リボルバーはほぼほぼ削れませんでした。やっぱブレイクゲージ増加量が多いって書いてないリボルバーはマジで削れなくて、ほんのちょびっとですね、1ミリくらい削れるくらいでした。マジでリボルバーはまあアナライズ優位っていう博学のなんとか優位ってやつはかなりブレイクゲージ増加量が多い効果があってすげー削れるんですけど、次は斧の星1のスマッシュですね。これスマッシュ熱烈スミスエギル、この熱烈スミスエギルのスマッシュ結構削れるんですよね、思いのほか。これちょっと意外でしたね。で次は星さんのオノマテルですね。あの秘められた真実マテルってやつ、こんなに削れましたね。星さんのやつなんですけど案外削れるもんですね。あと次はショタユージオ、あの子供ユージオって言われるやつ、あの天職の務めユージオってやつ、こんなに削れましたね。まあ半分いかないくらいですね。次はスプリットですね。トップスピみたいな感じ、トップスピーダーリーファみたいに縦回転しながらちょっと飛び上がって、まあ、ドーンと下に落ちて攻撃する感じのモーションで、まあ、4分の1くらいかな削れてんの。だいたいそれくらいですね。次はジャッジメントっていう技名を検証したんですけど、攻撃モーションが遅すぎてマジで間に合わないです。ジャッジメントをかまそうとしたら、これスマイトってやつ遅すぎてブンブンブンつって
って遅いんで、スマイトとかジャッジはマジで間に合わないんで、これらはちょっと諦めた方がいいかなと。次は弓ですね。シュート系、あのシュートって、これ初期モッドの弓を使うと、これシュートって言って結構この技名が削れるんで、半分くらいまで、まあこれで結構あのシュート系が2つある人はいいですね。まあ俺1つしか持ってないんでできないですけど、あとはこれ検証したんですけど、クレンジングですね。クレンジング系は、まあ、これくらい削れましたけど、打ってから右にちょっと転がって移動する感じなんですけど、あのハイドラ系と一緒だって勘違いしたんですけど、ハイドラ系検証してなくて、まあ、今回検証って俺持ってるやつだけなんですけど、まあ、持ってないやつの技見てなんかいいのあったら後で教えてほしいんですけど、コメント欄とかで、まあ、ちょっと後でハイドラ系も見ていこうかなと。でこれですね、ジョーロコハル、ハイドラ系がこれ打った瞬間右にコロコロ転がるやつなんですけど、一つ来た。ハイドラ系入れます。ハイドラ系全然削れてません。全くと言っていいほど。ハイドラ、ハイドラ、え、削れてないよ。え、タゲ向いてるこれ。あとは、刻印シノンですね。ドラゴンシノンが、あの、ドラゴンブレイズっていう、ブレイズ系かな？ドラゴンじゃないよね。多分ブレイズかな。あ、ブレイズは引っか。ホークアイシノンはホークショットなんだな。これも検証しないとな。これ、ホークショット。ホークショット削れてんのこれ。え、タゲ入ってるこれ。ホークショット入れ。はい。あ、ちょっと、あとこれ、ラージボア、星3のやつなんですけど、まあ、ヘイト稼げるので、まあ、ちょっと使ったりはしてたんですけど、たまに。あの、ブレイクした直後とか使ってたんですけど、まあ、これはちょっとブレイクに間に合わないと。で、次、ビガーですね、ビガー。ビガーは、まあ、あんま削れなかったような、これ、チャージしてない時のやつなんですけど、チャージしたら変わんのかな？でも、チャージしても間に合うのかわからんけど、あんまり削れなかった感じですね。次はこれなんだっけ？デスサルベーション？デス、なんだっけ？なんとかベーション。あの、間に合わなかった。あと、レインもちょっと間に合わなかったですね。ブラスト、これ、ブラスト結構削れました。あの、撃ってから後ろに飛び上がるやつですね。ブラスト系弓のやつ結構削れました。半分くらいかな。あと次は星3でスティッチってあるじゃないですか。弓のアスナが後ろに下がるやつなんで、これ案外削れましたけれども、まあ、半分くらいいったんですけど、この攻撃モーションの速さで2回入れるのはかなり厳しいと思うんで、ちょっと難しいですね。次は、プロジェクションですね。多分プロジェクション系なんですけど、まあ全体攻撃でちょっとモブ狩りしやすいやつなんですけど、だいたい4分の1くらいかな。次は片手コーンですね。星3のゴングってやつ、あの着替えのメイスだっけな。これが半分以上削れてるんで、ちなみにこの着替えのメイスリズベット、あの発砲崩し、ブレイクゲージ増加量が上昇するアビリティ効果込みで、あの27層フロアボスのダロスザクロフスギガス、あれ掲示板でワンパンブレイクできた気がします。多分できた。これ結構削れますね。まあ、片手コンはちょっと残属性使えないんで、まあ、ちょっとどうなのか知らんけど、で、このゴング系が2回、打属性のブレイクタイマーが表示されてる間に2回打つの間に合うかってやったんですけど、ちょっとモーションの速さ的に無理でしたね。ちょっと難しかったですね。もうギリっていうか無理でしたね。まあ、初撃の入りが早いんですけど、モーション自体はちょっと長かったって感じですね。スイングの方が終わるの早いのかな。これスイングってあの星3のリーテンかな、ディフェンサーリーテンっていうのを使うと、まあ、これでも半分以上削れるんですよね、実は。あとは星1の職人プライドリズベット、まあ、これはまあ半分くらいいかないくらいかな。で、クラッシャータービン、これあの配布のタービンですね、あのぐるぐる回る系のやつ、87層ストーリーのクリア報酬でした。あとフォール系はまあ半分いかないけど、まあそこそこですかね、削れてますね。フォール系、あの上にジャンプしてあのドーンって落とすやつ、これはまあそこそこ削れた感じで、ディスラプション、まあディスラプションもまあ4分の1ちょい削れるかな。あとはリフュージってやつ、リフュージは殴って後ろに飛ぶやつもまあそこそこ削れて、まあうんってうなずくクラッシュもまあ半分いかないくらいで、あとはなんかインパルスとかまあスマッシュやとかなんかまあいろいろ遅いやつあったんですけど、まあ遅いからもう検証しませんでした、大変だから。で、次弓はシャフトですね。星1のシャフトはまあちょっと削れま
ましたね、これくらい。で次はこれなんだっけな、あ、そう、コンバージングは半分近くまで削れました。あの星さんの幸のコンバージングってやつ、あの防御力下がるやつで、これが青の追随幸でちょこっと削れたんですけど、これがなんだっけな、オービット、そう、オービットもちょこっと削れた感じ。あとこれがペネトレイト、うん、ペネトレイトもまあ微妙でしたね、4分の1くらい。あとこれはなんだ、これはフェンサー、そう、フェンサーっていう技名ですね、槍ので、これがフェンサー、これもフェンサーだわ槍のフェンサーがまあちょこっと削れるんで、あんまり。あとスラスト、スラスト系ちょんちょんってついて後ろに下がるやつもあんまり削れませんでした。あとこれが案外削れたんですよね、これなんだっけな、ダイブ、ダイブ系モーションが遅いんでギリギリなんですけど、まあ半分いかないくらい削れましたね。ダイブ系もまあ入ればいいけど、入っても半分いかないくらい。あとはエクストリームジェイド、エクストリームなんだろうね、10連撃のやつなんですけど、まあ、これあんまり削れませんでした。で次、槍の残属性なんですけど、残属性のブレイクタイマーの量が多いので、刻意サチ、あのブレイクゲージ増加量が多いっていう効果あるんですけど、一発じゃ削りきれなくて、まあ、スイッチ使ってスイッチ込みでなんとか削れた感じですね。まあ、次バウンサー、あのモッドですね、槍の初期モッドの、まあ、バウンサー、まあ、さっきと攻撃モーション一緒なんですけど、刻意サチとストームバウンサーなんですけど、まあ、これ半分くらい削れましたね。このバウンサー持ってる人は、まあ、いいですね。あ、これなんかタイムアップになるとクリアになるんですよ。まあ、検証で削っていくとなんかクリア扱いになって、ダメージ与えた分、まあスコアとかはどうなんだろうな、まあ、一応クリアってことでちょっと嬉しかったですけど。あとはこう次盾ですね、盾のあのユナの雪のやつ、スノーなんとかユナが、技名なんつうんだろう、ウォーターフラッでいいのかな、スノーシンガーユナですね、ウォータースラップってやつ、ウォータースラップはこれくらい削れましたね。あとはなんだっけ、そう、バーンストライク、縦傷は半分以上削れました。案外縦傷削れるんですね。まあ、ちょっとモーションが長い気はしますが、まあ、案外いい。 あとこれあの残属性のブレイクタイマーがずっと来なくて、まあ、早送り編集したやつなんですけど、マジで残属性のブレイクずっと狙ってんのにマジで来なくて、もうあの諦めてダに変えた感じですね。あの縦スキルの検証に変えた感じですね。でこれディアベル、星1かな、ディアベルをやると、まあ、半分までいかないけど削れた感じ。まあディアベルはヘイト稼ぐ効果もあるのでいいのかなと。あとはサチですね、ストラグルサチも、まあ、ディアベルと同じくらいかな、だいたい削れました。で次片手再建で、まあ、コメットやっぱ半分以上削れて結構いい感じではあるんですけど、まあこれだとちょっと間に合わない感じがします。あとシューティング系はちょっと間に合わなかったんで、これ間に合わせたら半分ちょいかな削れました。星さんのシューティングですね、アスナので。次なんだろう、これ残属性、あ、そう、残属性のスラストですね、再建のスラストはあんまり削れませんでした。で次リニア、星1のリニアってやつやったけどあんまり削れませんでした。でこれもリニア、まあアクアリニアと違いがあるのかと思ったけど、まあ変わんなかったと。あとヒット系ですね、ブロードヒット、なんとかヒットってやつはまあそこそこあんまり削れてないか。でこれなんだっけ、これ結構削れてるね。なんだ、グリーンスターかな、これグリーンスターっていう技なんですけど、まあ移動範囲、あの突進系の、まあさっきの星さんのアスナと似てる感じなんで、まあ結構削れたのかなって感じですね。あと次はエイガーですね、ライジングエイガー。霧雨さんのサイトで調べてみたらライジング系でしたね、エイガーじゃなくて。ライジング系がまあ大体これくらい削れるっていう感じですね、半分ちょい削れます。でこれシャワー系ですね、シャワー系はまあ半分いかないくらいでした。あとはこれジェイド系、まあジェイド系も半分いかないくらいですね。あ、ジェイド系じゃなかった、これピアッシングっていうんだ、ピアッシング系だわ。あの霧雨さんのサイトでググると同じ技名のやつ結構出てくるんで、同じ技名のやつがいっぱいなかったらあの共通した技名じゃないってことだと思うんで、多分これ違いますね、これピアッシングだわ。ピアッシングはまあ半分近く、半分いかないくらいでした。これもライジングですね、ライジング結構削れましたね、半分以上。
ロックスプラッシュ、ロックスプラッシュ微妙でしたね。まあ後半全体じゃない、後半位単体攻撃なんですけど、あと星さんの突飛のあの配布のシリカも結構削れました。このシリカは81層ストーリーの最後までクリアするともらえるやつですね。ちょっと攻撃モーションが長いので2発目でブレイクできるのかな、時間内に。あとリポストも半分まで削れました。リポストいいね。まあこれもまたやったやつで、あと次シャープライトですね。シャープライトはまあ微妙ですね、4分の1くらいで。次はメテオスプラッシュ、これバーストの片手最近ですけど、まあ4分の1ちょい。まあこれもリポストなんで半分くらい、ダークリポストですけど半分でした。あとこれがまあスパーク、シャープスパークですね、助走友情のやつなんですけど、シャープで検索してみたらいっぱい出たので、まあスパークはなんか自然属性とか、まあ違うな、まあソードスキルのモーションの見栄えとかがスパークなのかわからんけど、シャープ系ですね。まあ、シャープ系が半分まで削れましたね。あと次はハイドロノバ、ノバ系ですね。結構連撃数が多いので8連撃8連撃くらいのやつで、でこれが残属性タイマー、まあ片手直剣の方行ったんですけど、マンオブザデイキリトで半分くらい削れてますね。でまあここで頑張ってリコイルとか打つんですけど、ちょっと間に合わなくて、でちょっとこれまたリコイルで削ってみたら、まあリコイルは4分の1くらいでしたね。スラントはちょっと微妙でした、ほんのちょいしか削れませんでした。で次デッドリービートですね。ビート系は半分いかないくらいでした。まあビート系結構使いやすいですけどね。スラッシュはほんのちょいしか削れませんでした。あのお茶会アリスと同じようなやつですね。まあここら辺まあクリアして、まあ大体撮った動画がこれくらいなんですけど、ちょっと撮った分だと足りなかったんで、まあ実際にプレイしながら、まあ、検証していこうかと思います。まあ、実際にプレイしながらっていうか喋りながら。あとはバーストか、バーストでどれくらい削れるかも見た方がいいかな、持ってるやつで。バーストは間に合わない可能性があるんで、まあ、これが削れるって有名なんで、これくらいはちょっと検証しようかと思います。非突突性ですね。まあマニアックいって、まあ、とりあえずこれ、バーストの条件を満たして、で、まあ星1でバーストのストックを維持しつつ、まあ、次の、突突性のブレイクタイマー来たらバーストで打つっていう感じにしようと思います。あ、どっか行った、これ動いたら、ちょっとついていくんじゃなくて横からこう待ち伏せるように。あ、来た、入れ、バースト。あー、間に合わないよ。バースト無理じゃね、バースト無理です。もう一回ちょっとやってみよう。動いたのでこうやって横から、追いかけていきます。スカルリーパーの進行方向に行くと追いつけないん でまたダーが来ました。やっぱダーばっかですね。あ、ほんとダーだ。あ、もうこれ絶対そうじゃん。ほら、またダーだ。これダー持ってないからバレてんじゃんこれ。あ、またで、これ連続すぎんか。やっぱ絶対そうだよ。また、あ、今だ、いけ。あー、もう無理これ。無理、絶対無理。演出の時間含めると、間に合いません、これ。無理です。まあ、今回の検証で、まあ、ブレイクの削れる量の差っていうか、まあ、その技名によってどれくらい削れるかっていうのは、まあ、ボスによってそのブレイクタイマーの量が違うんですけど、見た目はね、タイマーの大きさ同じなんですけど、まあ、タイマーの削んなきゃいけない量が違うので。まあ、でもその技名によって、このスキルがもっと削りやすい、他のやつに比べて削りやすいとかがあるので、まあ、この検証で、まあ、そういうのがね分かったんじゃないかなと思います。ゴング系、実際片手コンのゴング、着替えのメイスリズベットってやつ、これが掲示板のダロスとかやってみると分かるけど、これめっちゃ削れるんですよ。まあ、実際今回も削れたんで結構、まあ、多分その他のボスやるときにも活かせるんじゃないでしょうか。まあ、最後に俺が最近やっている、まあ、今回のイベントの難易度マニアックでやってるそのブレイクのやつちょっと見せていこうかと思います。俺斧の編成なんですけど、まあ斧は一応これですね、白学の振動優位を持っていて、これブレイク芸術効果量が多いって書いてあるんですけど、まあこれアナライズっていう効果持ってるんでアナライズ優位って言われるんですけど、これ無料オーダーかなんかで当たったのかな、なんかで当たったんですけど、まあこれが使えるんで初撃の入りが早いので、まあこっちの弓のこれを使いながら、まあ打の
のブレイクが来たらこっちに切り替えて、だと残ですね、切り替えて、まあ、基本弓でこっちで、まあ、突来たらこれでブレイクを狙っていくんですよ。これでワンパンブレイクできるので、でまあ、あのヘイトを集めやすいって効果あるんで、確かなんだっけな、間違ってたらすみませんけど、あのブレイク役タンクって言われるんですけど、その人たちがこうヘイト集めやすいやつとかでヘイトを向くようにしないと、スカルリーパーが動き出しちゃう、なんかずっと歩き始めるっていうのかな、動いちゃうっていう話聞いたような気がするんですよ。なのでこれ入れてるっていう感じで、まあ防具はまあブレイクゲージ増加量がアップするやつと、まあなるべくこういう防御力が上がるやつ、防御力とまあ回復効果、バトルヒーリング系の、まあ、最大 HP の 1.4% とか、まあ、何点何パーセント回復っていうのをいっぱい積むといいらしくて、まあでもこれはあの戦線維持ってやつで HP50% 以下の時に回復するやつなんですけど、3秒ごとに 5% なんで30秒経つと 50% 回復するんですよ。3秒で 5% だから、3秒が10回来たら 50% 以上回復するので、まあプラス200ずつ回復するんで、でまあそのダーザン来たら、まあこれであの初撃早いんで、クイックチェンジした瞬間にこれを打って、まあ、ブレイクできるんですよ、ギリギリ。まあザンが来たらこのハチットが削れやすいんで、まあ斧の残属性ってあんま持ってないんですけど、まあこれくらいなんで削れるの、俺の思ってるやつは。まあだからまあそういうのでやってるんですけど、あとギリこのワールとか入れてね、まあ、なんとか削る感じで、あとこれ入れてるんだけど、まあ衰弱の時だね、衰弱なんで入れてたんだっけ、これ衰弱とかあの火傷の時に防御力これめっちゃ上がるんで、こういうのつけてるんですけど、衰弱は最大 HP が減少するんで、食らうと一気にやられてしまう可能性がありますね。すぐ浄化ポーションとかフルーツウォーターとかで解除した方がいいですね。でもとりあえずこれで基本弓のセットで戦うんで、ブレイクでもこれでマニアック入ります。一回一人で挑戦で、まあ、検証ずっと一人で挑戦でやってたんで、まあ、他の人にね迷惑かかんなくていいので、で入って、でリーパーこれずっと移動するんですけど、追いかけます。あ、ザンが来た。ザンが来たら、いきなりザン来たら俺一人だと削りきれないんで、まあ誰かいるとザンで一緒に削れるっていう感じにしてギリギリ削ってるんで、まあ一人の検証の時はこれザン来たら逃げます。多分削りきんないんで、でできる限り近づけば、あんまりザンはまあたまに来るんですけど滅多に来ないんで、なるべく近づいて追いかけて、追いかけられるかな。これねちょっとね視点外すとねタゲが外れちゃうんで、すぐね頭の部分タッチして、首の部分かタッチして、でダー来たので、あちょっと間に合うかな、間に合わなかった、あーちょっとねこれは悪い例ですね。で弓に戻して、弓来たらこれスティッチで幻惑シャッフルでこれブレイクします。まあこれ基本こうやって目の前でやった方がいいんですけど、あダー来ました、ダー来たので切り替えた、あーちょっとスキルクールタイムが間に合わなかった。ちょっとねあれだね、クールタイム減少とかあったらいいのかな。あダー今スイッチ溜まってるんで、これブレイクできるんで今プレミですね。で今これちょっとブレイクスティッチは結構やりやすい。まあ切り替えてからやるのが大変なんで、でこれでダー来たので今だ、よしいける、ほらこれでいける、まあ、こういう感じにブレイクして、まあ、すぐ弓に戻して、でこの辺りでヘイト貯めるやつ使って、で、あ、まあ、あの、間に合わなかったんですけど、まあ、間に合わないこともあるんで、まあ、見極めながらやって、まあ、これで、こうやってね、ブレイクして、ちょっと難しいですね、やっぱ一人でやると。で、よし、ダー来たので、これ切り替えて、ほら、間に合うんですよ、ギリギリ。ギリ間に合う。まあ、こういう感じで削っていきます。まあ、ザンが来たら他の人と一緒に削ります。だいたい、マンオブザデイキリトとか、あの、配布でね、持ってる人いっぱいいるんで、まあ、なんとかなるんじゃないかなって、勝手に思ってます。でも、そうするしかない。もう、それが、あの、スキル編成的に限界なんですよ。あの片手再建って俺持っているやつだとあのコメットくらいしかないんですよ。でコメットってやっぱ野良パーティー、あのクイックパーティーとかでやってもギリ無理だったんですよ。俺が半分削るだけで、まあ、なんかやっぱブレイクで来る人って一発で全部ブレイクしてくれるって思って、まあ、ブレイク役一人でいいじゃんみたいな思う人いて、あの他の難易度だとやっぱワンパンでブレイクできることもあったりするから、結構勘違いしてる人もいて、あこの人だけに任しとけばいいんだみたいに思われるから、コメット持ってればブレイクできるって思っちゃいけないのかな
なってちょっと思いました。ちょっと難しいですね。できる、どうなんだろうね。バーストも間に合わないし、あとやっぱ片手直剣、最初片手直剣でそのマンオブザデイキリトでブレイクしようとしたんですけど、なんかやっぱりその打属性のブレイクとかが誰もやらなくて、まあ、それでやっぱ斧に変えましたね。斧の方がいいです。あと盾でブレイクしようとしたけど、盾はあんまり削れなくて一人だと限界感じたので、斧にして、まあメインこれですね。これでダーキタラ削ってって感じでした。まあなんかどうしても削れなくてきつかったらちょっと後ろにステップして避けるっていうこともあったので、まあきつかったら逃げるって本当はやんない方がいいんですよ。あの攻撃食らっても耐え切った方がいいんですけど、まあ HP 全部削り切られる方がもう蘇生結晶使えないんで、そっちの方がちょっとリスキーなんで、まあ本当やばかったらちょっと逃げてすぐ戻るっていうのもありかもしれないです。だいたいイベントのリーパーの解説はこれくらいでいいのかな。まあ他にも多分言わないといけないこととかいっぱいあるかもしれないけど、だいたいこれくらいにしておきます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。では失礼します。